industry is really not interested much in basic research because it's too risky. so industry, and ICE in particular, they are interested in bridging information that comes from university to make money uh, in a certain uh, part of uh, you know, a certain product, for example. so if i compare japan with the most uh, highly uh, innovating countries, the G7. Japan is about at the end. If you look at the uh, number of papers per yen, you can recognize that the funding system that is implemented in Japan is inefficient. So you have three major issues here you have not enough money.

でそのうちですねそのオープンイノベーション特にその大学であったりとか公的な研究機関に対してどのぐらい研究開発を一緒にやってるかっていうと0.7%、ね、しかオープンイノベーション企業はあのやっていないとドイツはですね、えっと、全体はですね14兆円よりかちょっと少なくて9兆円から、まあ、10兆弱なんですね。 しかし6%をですねオープンイノベーションに投入しているということで、まあ、エコシステムが働いてるんですね、まあ、欧米の国をどうやってキャッチアップしていくかということで、まあ、目標があったわけですよ目標があるのをですね企業をキャッチアップしていくということで、まあ、ある程度やりやすかった。 とところがが年を超えるとです、ね、目標ななくなったんですね本来ならばそこで日本自らがそのイノベーションを起こす <laughs> 順番だったんだけれどもそれが本当に起こってないというのが現状でオープンイノベーションをや,ろうやる必要があるというふうに日本は感じたんだけどしかし実際にはなかなかそれが起こってきてない。 役に立つか立たないかというような点で研究がこう選ばれて、そして役に立つところにはもちろんお金が行くかもしれない。そうではないところにはお金が行かないようなところがそのこれからイノベーションを起こしうるかもしれない研究のところにお金が落ちないというようなことにもなっているような気がしますと。ではお二人にお伺いしたいのはどういうことをすればきちんとさまざまないろいろなその好奇心にお金がきちんといくようになるのか。 For a major reform of the Japanese R&D system, if you give money to R&D, it's not subsidy; it's investment to the future, because without that money, in ten years down the road, you'll have nothing. One of the uh, you know problems, as I see it, in the Japanese university system, is that you have the full professors being in charge of associate professors and assistant professors. But that means neither one is completely independent. But if I tell you that most of the results that have led to the Nobel Prize were done by people under 40 in most fields, you can see why it is so important that the young people become independent and this independence is needed to generate creativity i have advocated a funding system that is not based on project plans but is based on brains currently most of the third party funds in japan is given for a project but I've read a funny story about what this means. Antibiotics were discovered by Fleming. And Fleming was going a few days on vacation and he left a petri dish on his bench. When he came back, this petri dish was full with bacteria, except for one area where a mold was fallen into. It was a contamination. And around this mold, no bacteria could grow. So now, this guy to the Canadian Parliament said, if you were Fleming, what grant would you write? You would write, I am planning to take three days of vacation. I will leave a petri dish on my bench. I hope that it will be contaminated so that I can subsequently discover the antibiotics. もし大学特にあのオイストのようなところとですねまた山荘県のようなところではかなり違うんですねでそれは何が違うかというとやっぱりその目的が大きく違ってて。 佐早木県の場合はもう明確にミッションが社会実装をすることによって社会課題を解決するとやっぱもちろんそのベースがイノベーションによってやるんだで、まあ、日本の産業競争力を強化するんだというのが明確なミッションになってるんですね。そういういとところとです、ね、大学の場合はまさにその まあ、もう少しその長期的なことであったり基礎的なところからその破壊的なイノベーションを起こすことによがうま,うまくいけば起こってですそして世の中をなんか革新に変えることができるんじゃないか、まあ、そういうことをまあめ目指していくとでしかも一方でその人の教育というところも大きなミッションになっているわけです。 一般あの大学とは大きな違いがあってそこに対するそのお金の付け方っていうのは僕は大きく違っていいんだという,うに思ってて大学にはその何て言うのかな目的的に緊急費を出すというよりももう,もう少し寄付的なですね いいいいのではないかなかという気がする研究者だけで決めるべきではないような方向性のところをですね外部のもんも入れながら決めていくと、まあ、そういうガバナンスに変えてきたんですね、まあ、でも大多くの大学ではなかなかそういう形今はまだ取ってないしあの先生がおっしゃったようになんかその、まあ、特に人事のところがですねかなり、まあ、あの硬直化している可能性はあるなと。 あの仕組みとして必要なんだということなんですね。多分どうしてもそのサポートすることは当然必要なんだけど、まあ、研究者から見るとそのそういう仕事に忙殺されて、なかなか本来の研究を生み出すという新しい。あのイノベーションを生み出すというところに収集できない。だから、まあそういう仕組みが必要なんだという,ふうにおっしゃってるんだと思います。従業員は組織を信頼してで、組織も従業員を信頼する。そういう関係が必要なんですね。 そのために必要なこことととっっていうのはやっぱりビジョンがあるいうことです組織に対してビジョンがあってでみんなが共有できるってできるって必要ですねそれとやっぱりもう一つ大事なことは働きがいなんですよ働きやすさじゃなくて働きがいトップダウンだけじゃダメだっていうんですよでそのビジョンもです、ね、本当に共有しようと思うとトップダウンでビジョンを作るというよりもやっぱり ボトムアップを含めてです、ねまあ、若い人も含めた組織の中の中の中枢の人が作るんじゃなくて若いメンバーも含めた人がこの自分の組織はこうありたいんだとこういう組織で働いてたいというのをです、ね、ビジョンとして掲げていく3層圏でも去年、あ違う今年だなビジョンを、ね、若い人中心に作ってもらったんですよ。 それがやっぱりあのこそれを浸透させてかつそれでみんなでその方向に向かって働いていこうというのが今後非常に重要になってくるんです僕は思ってる。This is a main route of technology transfer that you provide products or ideas for products to existing industries.But there is a second route driven by new ideas, new concepts that are then translated into new companies so the main job of a university president is give these people all the freedom they can get to come up with some maybe crazy idea that then opens up a new market these universities that have as a mission a technology transfer mit has produced graduates 戦後ですねその、まあ、少なくとも1990年前半ぐらいまではかなりアグレッシブな人が多かったんだけれども、まあ、大学の中、まあ、大学だけじゃなくて企業に入ってからでもですね 海外留学だから何でなのかなという気がしててそのチャレンジ精神というかねそういうものが日本の中で不足してんじゃないかなと、うん、逆にそういうチャレンジして失敗した時にのことを考えちゃうんだろうなと思うからやっぱ僕はチャレンジして失敗した人をですね もう一度きちっとその開えるというか、そういう人たちもあの大丈夫だというふうな仕組みをね持たないといかんのかなと思って。Broadly speaking, there are three types of scientists. There is the pure scientist. Take Einstein. I don't think Einstein has thought of GPS when he developed the the relativity theory, but it was important for GPS. Fifty years later, the second is Use inspired research. Take Pasteur. Everything Pasteur did throughout his life. And I would actually say most people working in life sciences have in the back of their mind the use inspiration. What can I do in order to improve certain things for humanity? You know, diagnostics, uh, therapy, new drugs. And the final one is Edison. It's like the engineer. This is, you know, where you have a little science on the side, but the bottom line is you only think about application. These three individuals as subtypes are in every university. Now you have to foster it. You have to make the transition into business easy. コラボレーションがもし生まれたら素敵だなってここの対談から生まれたらとてもいいなというふうに思うんですけど、まあ、アインシュタインのような研究のところはですねまだ我々としても何がどうなるか見えないわけだからなかなかそのコラボレーションするのが難しいのかなっていう気がするんですね。しかしか、まあ、パスツールののようなところって特に、まあ、の場合はその 性化学のところも強いわけだしある程度こういうところをやらなきゃいければ見えてるところとしっかりと AIST AI はそれをつなぐことができるんじゃないかと思って、ね、そこはコラボレーションする可能性が十分にあるんじゃないかなと思いますでもちろんエジソンのようなことこれは多分あまりやっておらえないんじゃないかなとは思うんだけどもしやっておらえればいくらでもあのなんうのコラボレーションの可能性はあると思うんね。で沖縄でやっておられるということなんでね僕は,あのはその地質 海洋地質学もやってるんですよ。海の中の地質学。で、そういうところでですね、先生のところでやってられる研究あると思うんで、海洋のね、そういうところをご一緒する可能性もあるのかな。In a sense, we are complementary. Ois clearly needs more contact to Japanese industry, and I believe that if we would work together, and we can do so. 日本で研究者を目指す者たちへ、ぜひお二人からメッセージを頂戴したいというふうに思うんですけども、石村理事長からいただいてもよろしいでしょうかさっき言ったことに関係するんですがやっぱり、まあ、チャレンジ精神を持っていくっていうところが非常に大事だと思ってて。はいうん やっぱり僕はあの刺激を受違ったっていうふうにおっしゃったところこれ非常に大事だと思っててその異質のものとこう交わることによって初めて進化できる、まあ、ダイバーシティーっていうのはそういうものだと思うんですねだから、まあ、我々ホモ・サピエンスはですねネアン・デルタール人と違って進化できたんだけどネアン・デルタール人はこうホモ・サピエンスより優秀だったらしいんだけれどもこう 集団がですね。出ていかないで、ずっと同じところに同室をずっといたんですね。ホモサピエンスはそこら辺に出て行ったということで、最終的にはホモサピエンスがあのネアンデルター人を駆逐したわけですね。我々はそのもちろん、その研究者自身もその異質のところと本当にこうから刺激を受け、そしてまあなんとかチャレンジ精神を取り戻して、あのやっていただきたいな。という気が私はしますけどね。うん Homo sapiens is inherently curious this is why we are sitting here we want to make use of the environment in a positive sense and as we all know there are numerous challenges so we need to train the next generation but we also need to train the current generation that they understand what's coming up although i, be, I agree there has to be a level of bottom up universities have to rewrite their curriculum from my point of view in Japan, it doesn't work without a strong top-down signal.